皆様、こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今回は、枕草子の厳選あるあるシリーズ、その2をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。素晴らしいもの。柄錦。飾りたち。庭に雪が厚く降り積もった情景。博士や法師の才学がある人、身分が低くても顔つきが大したことなくても高貴な方々のご質問を受けたり、語学問の師となるなんて素晴らしい。6位のクロード、4位や5位の家臣の時はかしこまっていたのに、一旦6位のクロードになると呆れるほど派手になって、位の高い貴公子でもめったに着ることのできない綾織物を自由に着こなした青色姿など天から降りてきたようだ。帝のおそば近くに召使え、戦時などを持って参上したり、高貴の人たちから杯を受けたり、肩を並べて歩いたりする。花房が長く、色に深みのある藤の花が、松にかかっているとき。エビ染めの織物。紫色のものは、花でも糸でも紙でも、それこそ何でも素晴らしい。6位のクロードが風情があるのも、殿絵姿が紫色だからだ。でも、紫色の花の中では、柿つばたは、少々格好が悪い。優美なもの。房の長い藤につけた、紫色の髪の包み文。見え重ねの非扇。いつえだと、手元のところが熱くなりすぎるから不格好だ。ほっそりとした貴公子の殿衣姿。美しい童女が、袴をふわっとつけて、脇を多く開けた風見だけを着て、高欄のところで、扇で顔を隠して座っている様子。飾り紐や組糸の長いのを引っ張って可愛く遊ぶ猫。なんたることかと思われるもの。櫛を磨いていたら歯が折れてしまった時、何かをひっくり返してこぼした時、相手にとっては傷つくことなのに気づけずに言ってしまった時、こっちが知らない話題を延々と喋り続ける人。他の人宛ての手紙をよりによって見せてはならない人に見せる人。きっと来てくれるだろうと一晩中起きて待っていたのに眠り込んでしまい、目を覚ましたらもう昼になっていた時、しっかりした大きな牛舎だったのにひっくり返った時はまるで夢を見ているようだった。残念なもの。御節に雪ではなく雨が鬱陶しいほど降った時、節江だったのに宮中の重い物意味と重なった時、前から準備して、まだかまだかと待ちあぐねた催しが、突然中止になったとき。見せたいものがあって呼んだのに、その人が来れなかったとき。ある人の隙を凝らした衣装が、凝りすぎていて、蒸気を逸していたのに、一緒に見てくれる人がいないとき。せめて、この衣装を話題にしてくれそうな噂好きの人にでも行き合わないかな、と思っている自分も蒸気を逸している。先が遠いと思うもの。欧州に行く人が大阪の席を越えるとき、生まれたばかりの赤ん坊が大人になるまで。見苦しいもの。陰陽師が髪冠をつけて払っているとき、夏の昼寝。身分の高い人ならまだしも、一般人のつまらない顔がテラテラ光り、寝晴れて頬に跡がついていて、もしそれが男女が顔を見合わせた場面だったら死んだ方がマシなくらいだ。言いにくいもの。身分の高い人からの指示がたくさん書いてあって、初めから最後まで間違いなく取り継ぐことが困難な手紙。一目置かなくてはいけない人が何か物を送ってよこした時の返事。成人した子供の恋愛関係の情けない不始末を聞いた時、それをその子に幾重する時。普段と違う感じに聞こえるもの。元日の車の音。明け方の楽器の音色。明け方の咳払い。絵に描いて身を取りするもの。なでしこ。勝負。桜。物語に素晴らしいと書いてある男。女の顔。逆に絵に描いて見栄えするもの。松の木。秋布。山里。参道。ひどく気に食わないもの。鴨祭りで男たちは見物に出ていくのに、自分一人だけ車に乗って見物するとき、私を可愛がってくださらない。
誰それさんが現在のお気に入りみたいなことを小耳に挟んだとき、あれこれ当て随料したり筋違いな恨み事を言ったり、自分だけ特別だという顔をしている人、辛そうに見えるもの。真夏の暑い日に貧相な牛に車をゆさゆさ引かせていく人、ひどく雨が降ってるのに小さい馬に乗って前駆を務める人、暑苦しそうなもの。大層太って髪の多い人、真夏の日に祈祷するあじゃり、弱みを握られていて頭の上がらないもの。夜眠らないでいる酔いの層、若い女房が大勢集まって噂話をしたり、誰かを笑い者にしたり、悪口を言ったりするのを一つ一つ丁寧に全部聞いてしまっているから全く頭が上がらない。男というものは女の気に食わない点があっても調子よくおだてたり期待させたりして、どうにも頭が上がらない。色の道の手だれと呼ばれる男は、女に自分の愛情が薄いと思わせるようなヘマはしない。この女の悪口はあの女に、あの女の悪口はこの女に、という感じで上手に話すから、自分が悪く言われているなどとは知らないで、自分にだけ他の女の悪口を語ってくれるのだから、私は特別な存在なのだろうと思ってしまう女もいるだろう。でも、頼りにできる身寄りもいない宮遣いの女房などと仲良くなって、身をもにさせて、全く知らんふりをする呆れた男もいる。そのくせ、自分のことは棚にあげて、他の男の薄情な仕打ちを雄弁に非難したりする。こういう男には、頭の上がらない思いをすることもない。型なしなもの。干潟に乗り上げてしまった大船。風に吹き倒されて、目を空に向けている大きな木。くだらない人が家来を叱っているとき、つまらない焼き餅を焼いて家出した妻が夫が大騒ぎして探し回るに違いないと思っていたのに、思惑が外れてしまっていつまでも人のところに厄介になれなくなって自分からのこのこ姿を現したとき、間の悪いもの。他の人が呼ばれたのに自分かと思って顔を出したとき、さらにそれが何かをくれるという要件だったとき、何気なくした噂話を子供が聞いてしまっていて、その人のいる前で口に出したとき、悲しい出来事を聞いたときに、ちゃんとかわいそうだと思っているのに涙が出ないとき、そんなときでも素晴らしいことを見たり聞いたりすると、たちまち涙が溢れてくるから不思議だ。やることがなくて退屈なもの。よそでする物意味。目が出ないでなかなか進まないスゴロク。人間に漏れてしまった人の家。退屈を紛らわせるもの。5. スゴロク。物語。果物。小さい子供の可愛らしいおしゃべり。おどけた冗談がうまくて話の面白い男が来ると物意味の時でも家に入れそうになる。恐ろしげなもの。どんぐりの傘の部分。水ふふき。髪の多い男が髪を洗って乾かすところ。綺麗に見えるもの。新しい金まり。水を何かに入れるときに透けて見える光の影。汚げなるもの。ネズミの住みか、手をなかなか洗わない人。下品なもの。汚れた尺。新しい布屏風に桜の花などをゴテゴテ描いたもの。胸がドキドキするもの。親が気分が悪いと言って普段と違った容態の時。疫病が流行っている時はもう何も手がつかない。公然の関係ではない恋人の声をいつものところでない場所で聞いた時。他の人がその人のことを話題にした時。嫌いな人が訪ねてきた時。通い始めた男の朝の手紙が遅い時。可愛らしいもの。スズメの子がぴょんぴょん跳ねて寄ってくるとき、水鳥の親子が一緒に連れ立って走ったとき、人形の道具類、ハスの浮き葉の小さいの、葵の小さいの、何でも小さいのは皆可愛らしい。赤ん坊が張ってくる途中でほんの小さい塵を見つけて愛らしい手でつまんで大人に見せるとき、赤ん坊が抱いているうちに眠ってしまうとき、子供が幼い声を張り上げて書物を読んでいるとき、子供が目に髪のかぶさっているのをかき分けないで
頭をかしげて何かを見ているとき、人がそばにいると図に乗るもの。咳、一目置かなくてはならない人に喋ろうとすると真っ先に出る。いたずら盛りの困った子供が親が訪ねてくると調子づいて、大人同士が話しているのに、あれ見せてよと騒いで聞き入れないでいると、そのうち自分で引っ張り出してきておもちゃにするのは憎たらしい。そんなことをするもんじゃないですよ。壊しちゃいけませんよ。と、可愛くてたまらないといった笑顔を向けて言うだけの親も憎たらしい。相手にきついことが言えないで、ただ見ているだけの自分も。このチャンネルでは、歴史伝統文化と、それに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったら、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。